25歳、グレーゾーン傾向ありです。ASADH、はいえー、学生時代から二次障害で、抑、え、う、ー、つ状態が続いていましたが、障害需要と自身の特性理解に努め、大学卒業までなんとかこなせました。卒業後は特性理解の上一般的な企業、営業、事務、経理では継続的な就業が難しいと思い、えー、障害者支援施設に就職しました。 しかし、面接と雑談が苦手、相手の意図が読めず、その場での適切な動きができないなど、いくら本を読んだり、その上でカモフラージュを行っても、ケアレスミスが続いたりした面で、2年半ほどで適応障害になり、1年ほど休職していました。現在、右余曲折あり、派遣社員として別の法人に勤務し、 生活支援員として何とか生計を立てていますが、年齢の面でも今後のことを考えると、キャリアアップや正社員を視野に検討しないとと考えています。しかし、認知の部分は良い方向に改善したとは思うのですが、マルチタスクの苦手さ、パタ,ターン的に行動するので、新しいやり方を導入される,のされると、適切に対処できるように時間がかかるなど、課題面は多数です。今後も一般就労を通してキャリアアップを考えていいのか、 もしくは精神科に行って知能検査を行い、障害の診断をもらって、障害者雇用としてフォローをもらいながら、自己需要を意識しながら生きていく方がいいのか、アドバイスをいただけますと幸いです。はい。ありがとうございます。そうだな。<laughs> えっとですね。営業、事務、経理が本当に良くないかっていうと、わかりません。えっと、むしろ、その、うん、先が見えない。 支援の現場、えー、常にあのイレギュラーが発生する、まあ、ここが苦手かもしれないから、えー、とそもそも生活支援とか福祉の現場よりも、えー、と営業とか事務とか経理の方が合ってるかもしれないですよね。ちょっとね、ここお会いしないと分かんないです。発達障害だからどっちがいいか分かんないですけど、まあ、発達障害の共通といっていい特徴として、自分の実力を見誤るというのがあるんですね。はい だから本当は、えー、とそれこそ、えー、と人と接して、えー、介護の現場がいい人がいや自分はデザイナーになりたいからって言ってで自分も、うん、あのこういうような例えば視覚的に強いからとか、まあ、いろんな理由を、まあ、作ってきて <laughs> に見えるんですけどそういうふうに信じて結局自分の合わない仕事を目指すとかっていうのはよくあることです。まあ、自分を客観視ししづらいいっていうのののがある意味発達障害の一番の苦しみ かもしれません一番かどうか分からないけど、でもかなり上位にある苦しい、いわゆるコミュニケーションが苦手とかミスをしがちとか、まあ、そういうのはあんまり関係なく、自分の実力、自分の凸凹を正しく認知しづらいっていうのが、まあ、それこそ発達障害の特徴かもしれないですね。それは、ウェイスとかウィスクとか受けても、他の人にアドバイスもらっても、やっぱそこはずれやすいっていうことですかね。なので、ちょっとここの文章だけだと、 いや実はいわゆる一般的な仕事の方がいいのか、まあ、福祉の現場みたいな、あのそちらの、えー、なんていうのかな、若干体を使ったとか、えー、ぐちゃぐちゃした、あのイレギュラーの多い現場がいいのか、あるいは人と,、えー、と笑顔で接するようなところがいいのか、まあ、そこはちょっと分かんないですね、はい。ちょっとここは当社に相談してもらった方がいいかもしれません。 ただし、見ている限り適応障害とか、今でもアップアップって考えると、まあ、おっしゃるように、就労移行支援施設とかで障害者雇用を考えたり、あるいは就労移行支援施設に行くんだけど、その後、一般雇用と,えと言われるようなですね、道を選んだ方が、もしかしたらいいのかもしれないですね。うん。なので、まあ、ちょっと、今、急にやめなくてもいいかもしれないですけど、さすがにもう、ちょっとそろそろキャリアチェンジしようかなとか、 えー、いうんだったらあの、次のステップでいいような気がします。で、その時に、精神科に行ってまではまあいいかもしれないんですけど、知能検査を行い、障害の診断をもらってってあるんですけど、別に知能検査をもらわなくても、行わなくても診断はもらえます。というかみ、皆さん勘違いされてるかもしれないんですけど、診断に検査は基本的に関係ないですからね、精神科のところってね。 えっと、ある意味、支援方法を考えるための1つのステップではありますけど、検査をするっていうのは。はい、検査によって診断があるなしみたいなのは、脳波、まあ、を測って、ね、転換を調べるとか、そういったちょっと特殊なところを除いてはあんまりないです。はいまあ、ここはお医者さんの領域なんで、まあ、これ以上はちょっと喋りづらいですけれども。まあいずれにせよ えと精神科に行って知能検査を行うのは別にですけど、知能検査によって診断が出る出ないではないです。知能検査によって、えー、と生きやすさのヒントが得られると考えてください。で、先生を、まあ、このやり取りというか書いてあるところを見ると、まあ、確かに ADHD とか ASD 的なところは、まあ、しっかりと出てるのかなっていうふうに思いますので、診断が出る可能性が非常に高いと思いますから、さっき言ったように、えー、と障害、 のある方向けのえっと就労支援機関とかに行って、その後就活をしていく。で、その時に一般雇用がいいのか障害者雇用がいいのかとかは考えていただくのはありかなとは思いますね。